ご存知かと思います。高崎は縁起だるま、だるまさんがとても有名なところなんですね。なのでよさこいに使うこの鳴子、だるまをモチーフにした鳴子と呼んでいます。このだるまさんが矢切る人、この風でまたもう一つ踊らせていただきたいと思います。曲はやっぱり矢切る人をアレンジした曲ですけれども、楽しんでいただけると思います。お次にご披露いたします。東城州高崎ライブの踊り隊、ご覧ください。青空Thank you.
州高崎。